おはようございます。高野雲です。先日動画でも紹介したんですけれども、えー、ジャズジャーナリスト小川隆夫さんの新刊、来日ジャズメン全レコーディング、1931年から1979年という分厚い本をですね、まあ、本というより辞典辞書 <laughs> って感じですけれども、えー、少しずつ読み進めております。それでこの本はですね、まあタイトル通りなんですけれども、 あの年代順に追ってですね年代を追って日本であのレコーディングされたあの来日したまあ外国人ジャズマンが参加しているあるいは彼らがリーダーとなっているアルバムあるいは吹き込みを紹介しているんですけれどもその記念すべき第1枚目のアルバムがですねバートン・クレーンのバートン・クレーン作品集なんですね。 これはね、恥ずかしながら私、バートン・クレーンという人を知らなかったんですけれども、いやー、なんかすごい、なんか興味があったので、YouTube で検索して何曲か聞いてみたら、のけぞったね、これね。すごいわ。<laughs> 小川さん自身もですね、これを、あの、 最初の本書で登場する最初のアーティストには賛否があるだろうと、前置きをしながら紹介してるんですけど、まあ、ジャズかジャズじゃないかっていうこと以前にですね、いや、知らない、こんなすね、面白いものを知れたことで、私は喜びに打ちひし、打ち震えております。いやあのね、つぼいのりよの金太の大冒険、金太の冒険から大、 ついたかつかないかわかんないけど、それを聞いて以来の衝撃というかね、爆笑ゲラゲラのけぞりですね、まああの。外国人が日本の歌を、日本の歌詞の歌を歌ってるんですけどね、バートン・クレーンというね、ボーカリストがね。<laughs> これ <laughs>、すごいね、本当なんか。 日本語上手いんですよでもなんかやっぱり外国人が歌ってるなーみたいな感じでね昔あの坂本龍一がねサウンドストリートというね NHKFM で番組持っていたんですけれどもそこで時々デモテープ特集っていうのをやっていましてそれであのアマチュアミュージシャンの方がミュージシャンというかねまあ普通に音楽が好きなそのラジオの 視聴者の方たちがカセットテープに音楽を録音してで坂本龍一のところに送るわけですよそれで面白いと思ったものをあの教授が紹介してくれるんですけれどもその中にですねあでもこれすごいんですよあの「帝藤和」とかね槙原さんとか槙原のりゆ之とかもアマチュア時代そこに投稿してそれで後にプロになっちゃってますからね。でそういうい ってほどどでももないんだけれどもやっぱり当時アマチュア無名だった人がとかがそこに送って後にあの本当にプロのミュージシャンになっちゃったりとかもしているんですよねそのデモテープコーナー、まあ、CD 化もされていますけれどもねでその中で、まあ、もちろんねそういう低等和のような優れたあの音楽センスを持ってる人だけじゃなくて本当にあのたまたま。 あの、ラジオじゃないや、カセットテープに録音しました、みたいな、本当に素人な音源もいっぱい送られてきててですね。まあ、例えば、あのー、 矢野明子の歌をね、ご機嫌いいかが、はいはいはいって歌いながらバック、天ぷらをプチ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 上げながら、天ぷらの油の跳ねる音をバックに歌ってるだけのものとかね、それがまた妙にいい味出していたりとかして、そういうアマチュアならではのね、あの、録音も多かったんですよ。あと卒業式かなんかのバンド演奏、雪国かなんかかな、中学か高校か、ちょっと小学校かわかりませんけど、 体育館で、で、これから卒業式を始めますって、なんかドラムがドンどンんどん、タンカンって叩いた瞬間、雪崩というか、あの、体育館の上に積もっていくけど、ドサ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 ーって降ってくる雪の音がインパクトな音源とかね、いろいろあるんですけども、あったんですけども、その中でね、広島県かどっかかな、から送られてきたデモテープで、 あの酔っ払った外国人にあのもしもし亀めさんよね歌わせてる音源があってそれがね妙に面白くて私大爆笑したんですよねこれたぶ微妙に日本語が抜けてるんですよ「もし亀さんよってで「世界のお前ほど」みたいな「歩みにものはない」みたいな,なんか。 音程がちょっとずれてたり、ね、どうして呪いのか、みたいな感じで、なんとうさぎさん、そんならかけ比べ、みたいな、向こうのふもとまで、で、メロディーがちょっとね、外れちゃってね、どちらがかけつくか、って、ただ、マイクでエコー聞かせまくったマイクで歌ってて、バックでおばちゃんたちのあはははははって笑いがねあ、おばちゃんたちじゃない、おばちゃん一人かもしれないな、おばちゃんの笑い声、あっはっはって聞こえてるだ なんですけど、それが妙にね、私にとってはツボだったんですよ。で、そのもしカーメさんよ世界のお前ほどにめちゃくちゃ近い感じがするんですね、バートンクレーンの歌っていうのがね。<laughs> <laughs> とにかくね酒にあの結びつく酒が飲みたい酒が飲みたいとかねあとなんで「原んされた」って酒飲め「酒飲め酒飲め」みたいな何かあったら酒飲め「酒飲め酒飲め」でねすごい面白いんですよねで日本語めちゃくちゃうまいんですけど本当妙に抜けてるところもあってで本人はどこまで自覚してその日本語の意味を知って歌ってるのかもわからないところがシュールで。 すごくね、どこまでふざけて、どこまで真面目なのかも、このわからないところが、もう本当絶妙なんですよ。それで、バックの音楽が、とってもねあ、音楽というかメロディーがとてもキャッチーなんですよね。だから、とても聞きやすいですし、なんか1931年、31年 なんですよまだ戦前ですね1931年から34年の間に録音されたものが集大成されたものこれがバートン・クレー作品集なんですけれどもねそれでこの本によるとですねあのバートン・クレーンのプロフィールも書かれてるんですよ結構エリートですよなんかね,、えー、ね1901年の1月23日に生まれたんですねでニューヨーク市北部のバッファローで 長し派し、ね、その後、ね、あとねプリンストン大学を卒業して報道関係の仕事を経験してそれで日本で発行されていた英字誌ザ・ジャパン・アドバタイザーの招きであの記者兼ニューヨーク・タイムズ紙とウォール・ストリート・ジャーナルの記者兼あの特派員としてあの日本に来日したそうです。それが年のことですね それで、まあ、ちょっと細かい経緯は、ちょっと、まあ、歌手になってですね <laughs>、それで、なんか歌うんですけど、あの、超失敗でなところもなくてね、妙に合いすぎてるところが、メロディーがぴったり合ってるところと、その歌詞のシュールさね、なんかね、 本当、ほら1月は正月で酒が飲めるぞって酒が飲める飲めるぞ酒が飲めるぞって歌あるじゃないですか2月は節分で酒が飲めるぞ酒が飲める飲めるぞ飲める飲めるぞ全部12ヶ月全部理由つけて酒が飲めるぞみたいな歌皆さん一度は歌ったことあるとは思うんですけれども割とそれに近い内容メロディーを外国人が妙に日本語のうまい外国人が歌っているというですね めっちゃインパクトでちょっとねつぼりましたねこれ買おうかなと <laughs> ちょっとまだアマゾン見てないんですけどね、まあ、売られてるのかなバートン・クレーン作品集日本コロンビアから出ていますけれどもねで YouTube 上にもこの,あのそのシートそのシートじゃないかな普通のシングルドーナツ版の音源がプチプチ針の音混じりでアップされてるのを聞いてそれで あの画像がそのラベルのとこですねレベルの部分の盤面が載ってるんですけども思いっきりジャズって書かれてるんですよね <laughs> これはねいいいいというかね面白い <laughs> それでこの「バートン・クレーン」をですねあの何曲か聴いた後にですねいや本当ねほん いいんだよね歌詞がね前向きあの酒に絡めるのかあとは「赤字なんて驚くな世界中がマイナスだよ」とかね。<laughs> そういう、もう、なんか、ネガティブ、ま、どちらかというとマイナスなシチュエーションを設定し、だけど酒を飲もう、みたいな、だけど、だけど頑張ろう、みたいな歌もあったりとかね、たくさん、威張って歩けって曲だったっけかな。これもね、なかなかいいんですよね。なんかね、日本の未来はう、うお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 もうすでに、あの、80年ぐらい前に、 70年ぐらい前かな。もう、それに近いノリのね、アシータがあるとか、アシータがあるとか、そういうほら、前向きソングもは、はあの、結構流行ってるじゃないですか、周期的に。それの、それの前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 の、もう、先駆けソングみたいなものを、もうすでにですね、あの、プリンストン大学卒のアメリカ人が歌っているんですよね。これは面白かったね。それで、で、これらを、 いいいいた後にセルニアス・スクてててみみくだささよクレプスキュールウィズ・ネリ聞いてみなさいな超前衛音楽に聞こえますよ。で、このバートン・クレイを聴いた後ジョン・コルトレーンのですね、インプレッションズ聴いてみてくださいよ。もう宇宙の音楽になっちゃってますよ。で、それでね、エリック・ドルフィーのさ、ファイヤーワルツとか、ザ・プロフェット聴いてみてください。あと、アウト・トゥ・ランチとか聴いてみてください。もう、異次元の音楽ですよ、本 <laughs> 当 もう何て言うんでしょうね私はあの昔ピンポンパンとかねポンキッキーとかが大好きで、まあ、小学校の時とかね幼稚園の時よく母親からそういうピンポンパンの歌とかね日だけポンキッキーの歌「まあ、泳げたい焼きくん」をはじめとしてですけれどもねそういう有名なよく番組中でかかっていた曲のシングル版レコードを買ってもらっていたんですけれども。 やっぱり私の原点はこういう単純素朴で明るいメロディーが好きなのかなと思いましたそれに近い感情ですよねなんか感覚ですよねあのピンポンパンを聴いていた時のようなあの気持ちがちょっとワクワクした気持ちというんですかねでそういうのがちょっとねよみがえってきましたねいやーでもなんのことかなピンポンパンなんてドーナツ2つピンポン ポンパンあの子に中止ってピンポンパンみたいなレコードを持ってましたけれどもでバートン・クレイを聴いた後そのピンポンパンのメロディーを思い浮かべるとあやっぱ音楽って進歩してるんだな <laughs> って思っちゃってね <laughs> なんか思いましたねこう本当原点だねこの単純素朴明るいソングのねバートン・クレーンこれまあ本当にね小川さん自身もですね著者もこれをあの <laughs>。 来日ジャズメン全レコーディングの一つ目に持ってくるのには、まあ、賛否両論があるだろうがと前置きは、ね、されていますけれどもね、いやーちょっと意表を突かれましたねこれ第、第1曲目、第一曲目というか、第一枚目が、ね、バートン・クレーンが選ばれているってさすがだなと思いますね、この本ね。 ドイツもそ,のそこら辺で止まっちゃっててもその後まだまだねあともう700ページぐらいまだ残っているんですけれども、うん、ちょっとそこで <laughs> ストップしちゃってる私がまだいますね <laughs> それぐらい私にとってねバートン・クレーンはインパクトでしたねいやぜひですねあの興味持った方聞いてみてくださいバートン・クレーン 楽しいですよ。面白いですよ。なんか、日常の、こう、さまつな、小さなことなんて、もう、どうでもいいや、なんて感じになりますよね。もう、酒、酒が飲みたいで、酒飲もう、水はおいしいって感じですよね。いや、はい。全然ジャズな話じゃありませんけど、いや、じゃ、こういうのもジャズですっ、ね、て、わかんないけど。<laughs> もうね、こう、 これ全部、ちょっとタイトルがね、このバートン・クレーン作品集ね、タイトルが載ってるんですよ。<laughs> バナナはいかがとかね、金の世の中とか、のんきなママさん、バナナはいかがって、人生儚いとか、かわいそうとかね、コンスタンチノーブルって曲もありますね、天の岩ととかね、ユキちゃんは魔物だ、ユキちゃん魔物だって、作曲者不詳って書いてありますね、ジョッキ・ビール、ビールジョッキじゃない、ジョッキ・ビールか。僕 僕、色男だ。びっくりばく、僕、色男だ。って、恋人に失恋した。って、失恋したって、恋人に失恋した。って、女の天下とかね。のんきなママさんもあれば、のんきなパパさんもありますね。あと、酒が飲みたいと。家へ帰りたいとかね。日本娘さん。おいおい信子さん。おいおい信子さんって。人生はかない。月を眺めようとか。威張ってあるるけ。威張ってある、 送りがルーケになったですね。イバッてアルケですね。夜中の銀ブラ。まあ、この頃から銀座ブラブラすること、銀ブラって言ってたんですね。こういうね、もうタイトルだけでね、そそる曲がいっぱいなんですよね。いやー、素晴らしいものをね、小川隆男さんの本から教えていただきましたよ。小川隆男さんどうもありがとうございました。 ということで引き続きですね、来日ジャズメン全レコーディングをバートン・クレイをバックに流しながら読んで、読み続けていきたいなと思っております。ということで興味を持った方はぜひバートン・クレイ聴いてみてください。また別な動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイよ。